普段日本で一番でかい。じゃなく海来ちゃってる。真っ先にやられる感じのタイプのキャラだよ。いい雪いい波。いい雪いい波です。もじもじくんです。もじもじスタイル。もじもじスタイルです。行きましょう。お疲れです。パウダーちょっと重そうだね。あざっす。11月25日スノーボードしてサーフィンしてやってますよ。この後焼き鳥もしようとしてるから。それ酒もやるじゃん。いきなりゴン深やばすぎ、マジで、ね、曲がれなかった、ちょっと深すぎて。まっすぐそう、いえやります。はい、俺そんな高くないよ。やれない戦いがあるじゃんね。もうちょい、気持ちいい、気持ちいいです。ゴー。おいおい、やめろ。やきやきやき、あごいや、面白すぎでしょ。バカ。おはよう。おはよう。全然起きれなかったよ、もう。ひどいね、ゆき。デイツー始まりました。いや、いや、デイツーです。なんかまた積もったね、これ。ああ、また積もって、これほら、ほら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 。めっちゃ可愛い。34歳。34歳だったっけ。いやー、今シーズンも始まりました。ね、ケイスケ。ケイスケ。
ケイスケどう？ケイスケって誰ですか？え？なんかでもちょっとあれだね、去年とちょっと雰囲気変わった。え、でもそんな変わってないか。誰ですか？ケイスケ。でもいいシーズン始まりで良かったです本当に。今日こんなねいい雪の中やらせてもらって本当感謝ですよね。本当に。ケイスケなんかちょっとケイスケじゃないですか。いやケイスケ見た目、うん、え？ケイスケこっちだから。え？ケイスケだと思ってやってた。あんなにケイスケだと思って間違えるっていう。いやチラッと見た時ケイスケって誰ケイスケに似てるなこの人と思ってたんだよねさっき。似てます見てられなかった。いやケイスケこっちだってということで今シーズンも始まりました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。出来上がってます。なんだうわい、プランのオープンしました。 Day 3来ましたね。みんな結構テンション上がってるんじゃないですか。じゃあちょっと誰か一人にインタビューしてみますか。それは絶対に無理。突撃系で言って。絶対に無理。わあ。やばいって。半端ないか。半端ない深いよ、ケイちゃん、それ。ケースクだけど、どう、なにどうしたんですか。あ、どうしたんですか。いや、すごい雪いいよね、でもね。そうですね、雪質日本一。いや、本当に、はい、いきなりだよ、これ、2、3日でこんな降る、普通。そうですね、どうなんだろう、これもう。いいシーズンだよ、ケースクじゃないから。え